週末何する？馬でしょ。この番組は JRA 日本中央競馬会がお送りします。今週日曜日は小倉記念が行われます。去年トリオンフかなり強かったですね。強かったですね。一気に突き抜けて2着に3馬身の差をつけました、あんなに強かったのに大阪杯のような G1 でも活躍できるかと思うと今一つと、実はまあ過去もそういうことが何度も繰り返されてるレースでして、例えばもうね、小倉記念で連覇したもう小倉校舎といえば名勝街道という、ご存知ですか？小倉に来て名勝街道に逆らったらもう生きてはいけないっていうような、まあ、僕それに逆らってひどい目に遭いましたけどねでも秋の天皇賞なんか走ると同じ距離の 2000m なのに大敗すると。なんでですかね。まあ、この夏にピークに仕上げるから、あとはどうしてもそれよりは下がってしまうということもあるとは思うんですが、やっぱり暑いですからね、こう秋の G1 をこう狙ってるような馬は休むことも多いと。でもこの暑い夏で頑張ってそこで主役になるような馬はどれだろう、ね、特にこの直線の短い平坦コースが得意、小倉が得意で、かつタイムもね、天気さえ晴れていればスピード決着になることの多いレースですから、こういう条件に合う夏に強い馬を探しましょう。どういう路線から来た馬が好走しているか。このレースはサマー2000の第3戦ですから、第1戦の七夕賞組がやはり最近は多いかなと。そしてもう一つはナロー記念、同じ G3 の 2000m で、ナロー記念の間に一層挟む馬もいるんですけれども、この2つは特に注意した方がいいでしょう。そうは言ってもね、こう3勝クラスを勝っていきなり来るような馬も過去を好走してますからね。ですから本当に絞りにくくて大変なレースであることは間違いないんですけどね。今年の僕の注目馬はメールドグラス、現在4連勝中。特にここ2走はレイン騎手が鞍上で G3 の 2000m 全く同じ条件ですね、はい、レースを2連勝ですから、このレースにつながることも多いナロー記念も快勝しましたので、今年はちょっと去年のトリオンフ同様に人気ではあっても逆らってはいけないのかなと。週末何する？馬でしょ。